本日はですね、X 入りの3人チーム VS、うん、初心者入りの4人チームトントン説っていうのをやろうかなと。はいはいはい、勝ちますよ。人数有利ですよね。そうですそうです。2022年2月某日、ヤモは X 入りの3人チーム VS 初心者入りの4人チームトントン説という企画の名のもとで友人の山竹を呼び出した。今回ね、ちょっとその人数の差があると、まああんまりこう良くないルールとかもあるんで、今回ガチあさり5000ぐらいいこうかなと。いつものように企画説明をするヤンモだが、この男嘘をついている。これまで山竹を呼んで行った企画、ほぼ全てがドッキリ。そう、今回の X 入りの3人チーム VS 初心者入りの4人チームトントン説、これは偽企画だ。本当の企画は、初心者相手にならカウンターあさりに隠れててもバレない説。敵チームのガチあさりに隠れ、ヤンモを探すも見つけられない山竹を嘲笑う悪魔の企画だ。ではここからは、何も知らない山竹と真の企画を遂行するヤンモのプライベートマッチの様子をご覧いただこう。よし、まず1試合目、ショッツル鉱山のガチアサリ。はい。いや、3人チームでもね、やっぱ私 X なんで勝ちますよ。うん。何、うんって。負け、ま、うん。何、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 うんって。どうした？調子悪いんか？これ違う、違う。ことを考えてた。今回のプライベートマッチでは、山竹以外の全員がヤンモの企画を知っている協力者である。そのため、ヤンモがガチアサリをゴールして隠れられやすいよう、敵味方問わず手加減をしている状況だ。違うこと考えんな、撮影中や。おら、え、普通にやったらいいねんな。うん、普通にやったらオッケー。3対4の人数不利にもかかわらず、早々にキルを取っていくヤンモ。そしてオッケー、アサルくれ、アサルくれ。あ、オッケーオッケーです。あかんで、あかんで。よし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 、オッケー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 、いいよ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 、オッケーオッケーオッケー、倒していく倒していく、オッケー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 、よしよしよし。ガチアサリをゴールすることに成功したヤンモ、これで隠れるためのカウンターアサリが生まれる。準備は整った。止められ、やばい。どこいんねやろ。策定機、隠れた。見事隙をつき、カウンターあさりに隠れることに成功したヤンモ。だが、肝心の山竹がなかなか近づいてこない。山竹がヤンモに近づかないことには、この検証何も始まらない。ここで同時に山竹視点も見ていこう。入ってへんやん。なお、ヤムは隠れたガチアサリから動けないため、戦況はマップを見て把握。山竹との会話は適当に行っている。よし、やばい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 、マジかよマジかよ。やっぱ人数振りきついって。やっぱり人数振りなのは誰のせいだ。きつい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 。そしてついに、カウンターアサリに隠れたヤムに山竹が近づく時が来た。あ、やられてるやられてる、やばいやばい、ちょっとちょっと、あ、やばい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 、よっしゃー。あー、くそ惜しい。じゃあすぐ近くまで寄った場面はあったものの、全く気づかない山竹。その後、この試合の中で山竹が再びヤンモに近づくことはなかった。うん、なんか途中から全然あったわ。そのまま気づかずに1試合目は終了。次の2試合目、山竹はヤンモが隠れていることに気づくのか。くっそ。
よっしゃ、2試合目。いや、いや、ちょっと追いつかんとね、やっぱトントン説やから、追いついていかんと。いや、もう、このまま引きちぎりますよ。引きちぎる引きちぎるってちぎらんといてくれる痛いんやから。一試合目と同じくガチアサリを先制ゴールしたヤンモチーム。そのままガチアサリに隠れるヤンモだったが、あ、いるやんいるやん味方。オーマイガー、二人にやられた。ヤマタケが投げたボムによりガチアサリに隠れることを断念せざるを得ないヤンモ。同じ場面、ヤマタケ視点ではどう映っているだろうか。投げたボムに呼応をしてぬるりとガチアサリから出てくるヤンモの姿がしっかりと映っている。これでもまだヤマタケはヤンモが隠れていることに気づかないと、いつからそう信じていた。この場面もこの場面もヤマタケはヤンモがガチアサリに隠れていることを知っている。それはなぜか、遡ることを収録開始15分前。これはヤマタケとジュリ太郎のメッセージ画面である。そう、二人は事前に共謀し、ヤンモに逆ドッキリを仕掛けていたのだ。ヤンモの企画を知っているヤマタケは、これからヤンモが隠れるはずのガチアサリをどんどん奪っていく。隠れる場所がなくなったヤンモは果たしてどのような反応をするだろうか。よっしゃ、3試合目、スメイジ。ここやっぱ勝った方がやっぱり一歩前出るからね、うん、せやな。これはちょっと譲れない戦いですね、これは。うん。始まった第3試合、この試合からヤマタケはヤンモの隠れるカウンターアサリをこれまで以上に狙いに行く。隠れ場所を失い続ける状況にヤンモはどう対応するのか。あー、クソ、やられた。あ、ふぅ、クソ、食い棒にやられた。マジ、うん、いけるいける、あと一個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 、あかん、あかん、伏せ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 、げ、言い張ったで、そこ、おらおらおら、数的優位はこっちですよ。隠れていたカウンターアサリを失っても慌てることなく新たなカウンターアサリに隠れたヤンモ。この時ヤマタケがカウンターアサリを拾った際にヤンモがいても驚かなかったことに気づいているのだろうか。いやー、けどあと2カウントさやからな。あ、いた。後ろにいました。やられた。でっこ。ほら、ほら、もう、ああ、ちょっとやめて、やめて、やめて、やめて。見つけた、あそこ。ほら、進め。ほら、痛いで、痛いで、痛いで。白熱してる。さあ、ガチャさん、ここで緊急事態が発生。ちょっと待って、止まって。あまりにも試合に熱中した山竹が、カウンターアサリを取るという自分の仕事を忘れ、試合に夢中になってしまう。おい、お魚さんいるよ、いっぱい。上げて1キロ取って、1キロ取ってる。1キロ取ったらもう3体ないの。すぐ横にはヤンモが隠れているカウンターアサリがあるにもかかわらず、ありがとう、キルを取りに行き、カウンターアサリをスルーしてしまう事態に。あ、ちょっと待って、普通に負ける。あかん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 。ほんまにあかんわ、これ。よしよしよし。もうけど、そっちけどカウンターアサリあるから、カウンターアサリ取らな。お前、忘れた。おい、いた、ほら。ドッキリを仕掛けるのに慣れていないヤマタケ、ヤンモからのカウンターアサリを取る指摘に忘れていたとドッキリがバレかねない発言をしてしまう。思い返してみれば、はい、いや、3人チームでもね、やっぱ私 X なんで勝ちますよ。うん、何、うん、負け、ま、うん、何や、何や、何や、うん、どうした、調子悪いんかな。これ違うことを考えてた。1試合目開始直後のこの発言もドッキリのことに気を取られてのことだろう。つくづく嘘をつき慣れていない。
あれ、あ、今の山竹か。俺や。乱戦中で分からへんかったな。そうですよ。トタケ系じゃなく山竹でしたよ。あ、それトタケ系じゃなくて山竹。噛んでるし。噛んでちょっと癖ある言い方してるけ。あ、そっかそっか。オッケー。オッケー。お、何？なんか変えてんの？何？スクイックリン、スクイックリンやこれ。絶対それ。違う。何？どうした？教えてよ。違う。スクイックリンじゃない。何やろ？うん。トイレマジックリン。ねえ、何それ？普通やん。何やそれ。女。4試合目中盤。ついにカウンターアサリを取り続ける山竹に、ヤンモがしびれを切らす。いや、結構山竹すぐカウンターアサリ取るけど、ほんまはあれやで。うん、ここぞという時に使うから、基本あんま取らんほうがいい。あ、そうなんや。うん、そうそうそう。ついにカウンターアサリを取りまくる山竹にしびれを切らしたのか、アドバイスのようにカウンターアサリを取らないよう誘導するヤンモ。だがこれも事前に想定済みだ。ヤンモが何を言ってきても山竹はカウンターアサリを取るのをやめない。ここぞなんや。あのカウンターアサリってさ、置いといても消えへんからさ、ちょうどいいのよ。あ、確かに消えへんな。そうそうそう、だから基本取ると損なんよな、基本はね。あ、そうなんや。そうなんや。そうなんや。だからあんま取らんといてほしいな。あ、了解。だからあんま取らんといてほしいな。だからあんま取らんといてほしいな。ついに本心が見え始めたヤンモ。そしてなりふり構っていられなくなったのか。うまい。よし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 。もう。うまい。キルカメラに映っていようとも気にしないカウンターアサリ隠れ。もはや執念と言わざるを得ない。やっぱり、あっ、くそ。普通にあかんな。どうしたえ、なんか俺なんかよう分からんけど産物が産物キルの産物があった今。お前、ま、うん、あれどこにいた。え、普通に俺自陣にいたで。あ、ほんま。うん、そうか。うん、勝ちたい。あかん、やっぱり対地はあかんわ。あ、え、くそ、あ、勝った。うん、惜しかった、もうちょっとやった。シェー、くそー。周囲の協力もあり、4試合目までで2勝2敗のトントンせず立証。最後の試合で決着をつけることに。さっきまた山竹カウンターセル取ったんじゃないの。え、取ってない。さっき、あ、取ったあ、取るなっつってねだって攻める方が良かったもん、さっき。ほんま？攻めが大事だった。うん、攻め大事だった。初心者的なところで。え？どこにいんねん。よし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 。じゃあ、負けへんで。行くぜ、みんな。ついてきてくれ。だから、カウンターアサリ取るなっつってんの。なんで取んの、さっきから。カウンターアサリを取り続ける山竹に、もはや隠す気もなく取らないように言うヤンモ。だが山竹は攻めが大事という曖昧な理由をもとに、カウンターアサリができるたびにそれを取っていく。こういう時はカウンターアサリも取らなあかんな。取らんとっても入りに行かなあかんから、うん、あ、くそ。ん？おらレックス。
そ、いや俺攻めてたよ今、味方飛んでくるのにいたんやけど、おら、いいぞ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 、今数キル、はい、時間切れっしゃ。試合に勝つことはできなかったものの、カウンターアサリを取り続けることでヤンモをイラつかせることには成功。ここでネタバラシをしようかと思ったが、新たに一つ思いついたことがあり、急遽ジュリ太郎はヤンモに電話をかけた。な、どうしたん？なんかちょっと変なとこなかったですか今日？なぜかバリバリに声が割れているジュリ太郎だが、なんとかヤンモを説得し、もう一試合やってもらえるようここから交渉を始める。なんか企画なんかあんまりうまくいかなかったなって思ったんですけど、見ててなんか大丈夫ですか？普通にトントンやったやん。あー、なんかでもヤンモさん隠れられてました？何が隠れられてました？隠れられてたよ。ねねね、いやなんかちょっと今日やりにくそうだなって思ったんですよね、企画が。うん、思わなかったですか？全然思わなかったね。あ、もう ずっと隠れてたよ。あ、もうめっちゃやりやすかった。あ、なるほど。あ、なるほど、なるほど。いやー、そっか。もう一回やりますか、じゃあ。もう一回やる？もう一回やりますか。じゃあ、いいよ、いいよ。やろうか？何言ってるかちょっと分からんけど、ちょっとやろうか、ほな。なんとかヤンモを説得することに成功したジュリ太郎。これで、奇跡の6試合目が始まる。さあ、タチウオパーキングですね。こんなパーキングがあったら嫌だですね、これはね。そうやな、高すぎて。うん、まあ俺はなんで今この1試合やってんのかほんまにわからへんわ、ほんまに。ほんまに今このなんでこの今追加で1試合やってんのかが一番わからん今。ヤモが困惑しているこの6試合目、山竹とジュリ太郎にはあるやりたいことがあった。それはこれまでのヤンモ同様、今度は山竹がカウンターあさりに隠れた時にヤンモは気づくのかという検証だ。だがこの検証にはある欠点があった。それはヤンモはヤンモでカウンターあさりに隠れようとするため、山竹のいる自陣カウンターあさり付近にほとんど近づかないのだ。何の収穫もないまま試合が終わるかと思われたその時、延長の音楽が鳴り響く中、ついにヤンモと隠れた山竹が接近する。よしよしよし、もうはいはい入れてアサリな、もうええから。うん、もうちょっとでクソ、頑張れ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 。ああ、もうあかんわ、めっちゃ落とされてるわ。お分かりいただけただろうか、カウンターあさりの横を華麗にスルーしていくヤンモの姿が。この場面ヤンモのカメラでも見てみよう。ひっそりと佇む山竹のスペシャルの炎が悲しく揺らめく。腕前 X のヤンモも気づかなかった。あ、こんばんは。うん、こんばんは。なんやねん、お久しぶりです。ヤンモさん、今日の企画のタイトルコールしてもらっていいですか？何が今日の企画のタイトルコールしてもらってもいいですか？ちょっと一回で今日の企画は、はい、X 入り3人チーム VS、はい、初心者入り4人チームトントン説、はい、で本当の企画は、初心者相手なら、はい、カウンターあさりに隠れ続けられる説、はい、で本当の企画は、うん、企画を邪魔され続けたらヤンモどうするのか説でした。
イエーイ。というわけで山竹さんに今日の企画をすでに説明していて、山竹さんにはカウンターあたりをもう出来上がるたびに拾って捨ててもらうっていうお仕事をしていただいていて、ほんまイライラしたわマジで。なんで取んねえあいつと思って。でヤマさんが隠れたいのに隠れてないような状況に企画をひたすら邪魔するという、もう鬱陶しいわほんまに。なんでこいつずっと取んのかなと思って、バカなんじゃねえのかと思ってたよマジで。いや俺ずっと途中でいや、あのカウンターあさりっていうのはな、すぐ取ったらあかんねんって力説してたで俺。いや、私それも事前に言っておいて、ヤマさん絶対カウンターあさり取ったら位置バレて不利になるから取らない方がいいよって言ってくるんで、適当に理由ついて取ってくださいって言ってました。読んでます。全部全部やられてるやん俺。くさすがすぎる。いや、こいつのなんか言い分も弱いのよ、はい、いや、攻めで使うためみたいななんかよくわからんこと言ってて、いや、何言ってんのこいつと思って。マジでマジかやられたわ。くっそー、初めてドッキリ仕掛けられた、結構嬉しい。嬉しいんかい。